皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちはハイエースで日本一周している寺田夫婦です。現在滋賀県にいるんですけど、青森県に向けて今から出発したいと思います。はい、久しぶりの下道旅になっています。今5月の下旬です。涼しい時期に東北の方に向かいたいと思って、今回は約3日間かけて移動していきたいと思います。今いるのが滋賀県の道の駅いぶきの里春菜の森というところにいるんですけど、ここから青森県の道の駅田舎館弥生の里っていうところをゴール地点にしています。総距離が889キロ、時間にして約18時間の旅になります。通ったことないルートと思いまして、今回は滋賀県から岐阜を通って富山、そして日本海側を北上していくという流れで行きたいと思います。そして今回は所持金、食費お互い3000円を持ちまして賄っていきたいと思います。前回は宮崎県に帰る時にこの企画をしたので、もしご興味のある方はこちらも見ていただけたら嬉しいです。今回のルールとしまして、ちょっとだけ改善しました。前回ちょっとあまりに片方かわいそうだったんだよね。今回は県をまたぐごとにゲームをしていきたいと思います。滋賀県から青森県まで6県ありますので、その県をまたぐごとに携帯ゲームなんですけど、こちらで対戦を行いまして、勝ったものは200円まで何でも買って OK、 負けちゃった人は何も買えないか、自分の所持金から好きなものを買うかっていうルールにしたいと思います。はい、今回用意したのはこちらです。じゃん、ビジネスチケット夏バージョンです。こちらはボーナスゲームの時に獲得できるゲームでございます。はい、3日間の中で1回のみボーナスゲームというものをすることができます。イベントが開催される時にまた詳細の方をお話ししますので、こちらの方もぜひ楽しみにしていていただければと思います。今回は道の駅を立ち寄りながら、あとは車中飯という感じで食事はしていこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。現在時刻10時11分です。はい、コインランドリーに行っておりまして、今出発しました。ニューヨークの旅が始まりますが、どうですか今の心情をお聞かせください。とても天気が良くて最高。岐阜を通るということで天気が良くないと困るなと思ってたから、それはすごく良かったです。そして久しぶりの下道長旅なので、ちょっとはワクワクはしています。あっという間に10時24分岐阜県に入りました。滋賀県ありがとう。ありがとうございました。滋賀県ではビアイチをしたり、車でもね、一周道の駅巡ったりとかして、かなり琵琶湖とか楽しみながら、ね、滋賀県楽しめたので、また次来るときはキャンプをゆっくりしたいなと思いました。ということで、もうまたいちゃったので、どっかで休憩に。そうだね、どっか、まだね、お腹空いてて。こちらでガソリン入れてから行きます。リッター140円で入れられました。今回もスイちゃんには頑張ってもらわないといけませんので、頑張ってくれスイちゃん。久しぶりの長旅で燃費も13まで上がってくれんかな。ファミリーマートございますけど、ファミマか、できればローソンかセブンか好きなんだけどな。カマクとかでもね、お腹空いたな。マックあるじゃん。マックあった。700名一人先にあるじゃん。ドナルドにて対戦を行いたいと思います。ゲームですが、はい、運ゲーでいきたいと思います。運ゲーかー。チキングというこういうゲームです。おー、チキンレース、チキング。おい、お任せでいきますか。はい、もう、あこれ私苦手なやつだ。多分15秒かけるってやつね。はい、じゃいきます。よーい、スタート。アミさん、どうぞ。いきます。せーの。はい。完璧。ということで、はい、僕負けました。またや、もうまただった。もうマック買ってたかった。え、また何買ってきてくれるん？でも一緒に買いに行きましょうね。あ、買うんだ。うん、俺も何か買いたい。さすがに買ってまいりました。私はちょうど200円のチーズバーガーを。では一番安いハンバーガーを170円です。うん。まだ岐阜県の水星を走っている最中なんですけど、うん、かなり車が多いですね。多いね。進みがどうだろうって感じ。土日で移動していくので、今からね、高山市とかの方に向かっていくとちょっと渋滞が予想されるかと思います。そういうこともあって、今回はね、飲食店やめようと思ったんだけど、うん、もしかしたら交通量多くて到着が遅れますかもね。遅れますかもね。全然変わりましょうか。全然まだ余裕です。だってまだ30キロぐらいしか走ってないよ俺。そっか、でもまあ
1時間半経つよ、出発して。運転変わってもね、鬼の運転で、めっちゃかかるやん。そんなに頑張ってさ、私の悪口はなくてもいいよ。運転が荒いとか言おうとしたんでしょ。よかった、それをうまくごまかそうとオブラートに包もうとしてたんでしょ。ただ運転変わってもね、隣で編集を始めないといけないっていう自分の中でやらなきゃいけない精神が働いちゃうから、まあ運転を今は集中しようって思ってた。私も皆様にコメントをいただいているので、そちらの編集をさせていただきます。皆様コメントいつもありがとうございます。たくさんお持ちしています。いつも励みになっています。よろしくお願いします。選挙みたい。でも本当その通りです。いつもありがとうございます。10時32分、岐阜市内は大渋滞しております。渋滞だね。地中を通っていくルートになっちゃったってことやね。仕方ないわな。地の駅まで2時間かかる。その道の駅だいぶ岐阜県のね、南の方なんですよ。今まだ岐阜に入ってほんのちょっとしか経ってないよ。車線でも渋滞するってすごいな。こんなところなんだ、まだ。絶望だと思うよ。こんだけしか進んでないもん。ほんとや、ちょっとや。だからあれなんだな、福井通って石川を通るルートの方がちょっと早かったんだよ、うん、でもそっちは通ったことあるしなと思って今回別こっちにしたかったんだけど、まさかこんなに渋滞する場所があるとは。受けて関市というところに入りました。渋滞から抜けられたようですが、まだまだ時間かかります。まあ、やった半分くらい。なんか空いてきちゃったなぁ、ね、乗ってるだけなのに。3時35分、道の駅名峰に着きました。やったー、やっと着いたー。疲れー、長すぎたし疲れた。3時間23分です。運転お疲れ様でした。ライダーさんがすごいいっぱい。ちょっと止める。懐かしの味、名峰ハム。なんでいつもこうやって顔ハメばっかりあるのだろうか。ハムになる。何でなんだろう。あー、これいいな。キムチャキ。キムチャキ。さすがにでもソーセージに240円。あ、ソーセージあるやん。結構お肉もちゃんと味付け系もいっぱい売ってるんだ。いや、焼けてるハンバーグ、いいな。ウインナーにしました。普通のウインナーより身がぎっしりでパリパリ食感ではないんだけど、よく噛んで食べるっていうウインナーです。ハムコロッケにしました。中に明宝ハムがゴロゴロ入っていて、うまい。あっさりとしたハムだね。これ結構ね、肉肉しいウインナーだった。食べ応え抜群だよ。では2時ちょうど出発いたします。こちらの道の駅最高に良かったですね。また来たいね。ここ謎レールもたくさんあって良かったですし、トイレもめちゃ綺麗だったし、あとレストラン的な飲食店が何個もあった。この中に今回明宝ハムはね200円ぐらいするから、さすがにね買えなかったんですけど、私は夜ご飯用にあるものを買いました。まあ、ちょっとだけ明宝ハムを頼んで食べられたのは良かったですが、その目的もあってここをチェックポイントにしたんですけど、はい、でよろしくお願いします。はい、女性くん、着きますよ。着く？うん。とうとう富山の標識が見えてまいりました。言うてもまだ富山まで110キロあります。ありがとうございます。まもなく到着いたします。
予定よりも30分程度は早く着くことになりまして。そんなに飛ばしたの？そんなわけないでしょうか。やばい、信号がほとんどなかったから。第2チェックポイント到着です。はい、土日しかやってないまずい団子屋さんがあるんだ。心を込めて焼いたまずい団子。交互に食べろって言ってて。串、北九の串。うん、うん、油がじゅわーしてくる。すごい溢れてくるね油。団子も美味しい。引き立ててくれるって言ったけど、この団子は団子だけでもめっちゃうまい。醤油団子だね。うん、引き立ててくれるかもで、ちょっと俺は張り切らんか。どっちもうまいっす。結局は水もうまいっす。なんでまずい団子にしたんですかって言ったら、みんな美味しいって言うだろうって、美味しいって書くやろ、その反対にしたと。結構ナチュラルって言うだった。だから3時25分出発です。6時50分、はい、富山県に入りました。意外と長かった。岐阜県長かったね。出発してから時間近く経つよ。なのにまだなのよ。やばいよね。全然進んでないな。全然進まなかったよ最初これ。16時56分道の駅細入りに到着しました。細入りで会ってた。うん、細入りでいい。富山県に入りましたので、道の駅でゲームしておきたいと思います。第2回目のバトルです。道の駅ではね、もうちょっと今回は買いませんでした。それでは早速やっていきましょう。これは倒した方の負けということです。はい、じゃあ自分からいきますね。どうぞ。まあ最初はね。よし、はい。うわ、あ、やばい。あー、落ちていった。やったー、これは俺の勝ちだよね。のぼしないけ、やったー、2回目は俺の勝ちです。さあ、これでりょうくんは200円ものが買えますね。はい、とりあえず行けるとこまで行きます、ね、だから今日は無理。今日はあんま突っ込むわけにはいかん。また運転交代します。はい、途中でスーパーに寄って今日の夜ご飯の買い出しもしたいので、うん、これまたお会いしましょう。はい、17時21分再出発しました。今日は新潟県の糸魚川市にある道の駅親知らずピアパークっていうところまで行きたいと思います。今から90キロ。また90キロか。はい、はい、走ります。行きましょう。一旦こちらのスーパーで買い物してきます。こちらのお勤め品、ふんわりワッフルを買いました。いやね、私もお腹すいたんで買っちゃいました。幸せだ、これ一人で食べられるの。そうだよね、いつもそれ半分してるのにね、一人で食べれるもんね、それ。よかったよかった。さっきまでえらい元気がなかったんですけど、食って大事ですよ。今真っ暗になりましたが、19時55分、新潟県に入りました。あー、やっとやっと入りました。そんなはずじゃなかったんだけど。反省としては、もっと朝早く出ればよかったっていうのと、渋滞のことは仕方なかったなっていうのがありますね。県をまたいだんですけど、勝負の方は明日の朝行いたいと思います。はい、ラスキーって分かる。これ合ってる、合ってるね。トイレあった。20時9分道の駅親知らずビアパークに到着しました。ちなみに僕の親知らずは4本とも抜いております。私の親知らずも抜きました。顔がぼっくり腫れたの顔写真はこちらです。どん、乗せていいの？乗せていいの？今回僕が使う食材はこちらです。豪華じゃない。豪華というでしょ。今回豪華よ。112円30円、これ128円、130円。炒め物ですか？これ気になる、ね、ごまも食べるんでしょ。ごまも食べれるけど、もう混ぜちゃおうと思いました。じゃあみさんは？私が使う材料はこちらです。こちらは明豊ハム、道の駅で買ったの割引品のトマト、乙女価格の野菜ラーメン食べたくなったので味噌ラーメンにしました。はい、久しぶりよな。ポロ一番、これでいきますね。じゃあ僕から先に食べます。はい、その間私これ食べときます。鶏ささみを火が通りやすいように
ハサミで切ります。チョキン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 って口で言うんだ。ちゃんと細かくするんですね。いや少しでも見た目は。今日はなんで豚肉じゃなくハサミなんですか。やっぱタンパク質をしっかり取ろうと思ったのと、ただ安かったからということですね。なるほど、 90% 安かったが正解ですね。しっかりと拭いて偉いですね。これ車中泊できる人たち、やる人たちはこれぐらいできないとダメですよ。ムカムカつきますね。鶏肉はオリーブの塩で下味つけます。最近のは便利ですね。どこからでも切れるって、こうやってしなくていいんですね。昔でも結構そうできてたと思うよ。父さんとかがしちょったっちゃろうか。だって俺中学生の時にさ、それこそ自分の父親とおやつが創生してたんで、お父さんがお父さんとそれをおやつに食べてたの。ソーセージを買ってきてくれた。めちゃくちゃ可愛いな、それ。これすごい、ほんと詰まってるね、やっぱ。今日のウィンナーもそうやったけどさ、見た感じパサパサしてそうに見える、うん、おぉ不思議。見た目パサパサなのにしっかりハムや。そう、味付けはこちらでいきます。東京クラフトの、うん、いろんな味が組み合わさってるわけじゃなくて、シンプルな味わいって感じがして美味しい。あっさりしてて美味しい。食べやすい、すごく。これ焼いてケチャップの方がいいかなぁ。で、これかけないと味いかないかな。でも、りょうくんといえば焼きそばのイメージがついてる方もいらっしゃるかもしれませんし、今回初めて見られた方は、ぜひ、りょうくんといえば焼きそばなんだって思っていただきしても過言ではありません。なぜ焼きそばかって、そう、安くて簡単だから。これしかありません。仕上げはモッツァレラチーズです。仕上げはモッツァレラ、仕上げはお母さんへ、グリグリシャカシャカグリグリシャカ。覚えてるもんだな。何なのこれ。イタリアの焼きそばです、ちょっとパスタにも見えてきた。そうそれをイメージしたんだよ。伝えたかった。よく気づいてくれた。完成しました。寮生特製のイタリアンの焼きそばでございます。ちょっとサラダ少し食べたので先にこちらを食べることを許しください、アミさん。まあいいですよ。うん、焼きそばなんだけど、スパイスの効いた鶏ささみによってこれは焼きそばなのかって感じた後に口にチーズを入れると、これ焼きそばでもパスタでもない別の炒め物だって感じます。ただこれが麺だから完全にイタリアンのもの。ただ炒めてるだけ。あとはラーメンを作って盛っけて終わり。来ました、そラーメン。僕はもう食べ終わりましたので食べるところを見ておきます。久しぶりこういうの、うまい。イタリア風焼きそばもめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。そうだ、明宝ハムもちょっと焼いて食べたら、焼いた方がさらに美味しかった。1日目の日程が終了いたしました。はい、今回のトータル走行距離は334キロという結果になりました。走れてたのか走れてないのか。時間がすごく長すぎて。うん、かなり走ったような気がしますけど、目標はもう少し先までは行っときたかったなっていうのは本心あります。で、それぞれ使った金額を最後に伝えておきますと、私が1301円です。私が1308円です。おー、7円の差。そうなんだ。明日は、目標としては秋田まで入るかな、入らないかなぐらいかな、山形までかなっていうふうには考えています。明日新潟長いので頑張りたいと思います。はい、では今日はこれで終わりにします。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様でした。ソーセージを買ってきてくれて、めちゃくちゃ可愛いな。それ部活終わった後に買ってきてくれてて、冷蔵庫に入ってて一緒に食いよった。優しい。なかなかで魚肉ソーセージおやつで食べて考えてみたらシュールな映像やなって思う。これは魚肉ソーセージ本張ってる。私もね、もうおやつ的な感じであったけど家には、いいエピソードです、ね。